俺の名前はダスト。駆け出し冒険者の集まるこのアクセルの街じゃ割と名の知れた冒険者さ。俺と違ってモテないアーチャーのキース、融通の利かない堅物クルセイダーのテイラー、俺にベタボレな魔法使いのリーン、今はこの3人の仲間とそれなりに楽しく冒険者生活をしているぜ。カズマ、あのいつの間にか街に着いて最近調子に乗ってるやつな。あいつもなかなかやるけど俺ほどじゃねえな。ま、困ったことがあったら俺に依頼しな。巨乳美人にはとことんサービスするぜ。え、どんな生き方をしたらこんな生かした男になるのかだって。おいおい、過去なんか振り返ってもつまんねえよ。いい男はいつだって未来を見つめているんだぜ。ダスト、あんたさっきから鏡に向かってカッコつけながら何を気持ち悪いこと言ってるの。リーン、似てたのか。ふざけんな、モテないのはお前も似たようなもんだろうが。キースも堅物で悪かったな。お前やキースが問題ばかり起こすから俺がしっかりするしかないのだ。テイラーまで。あんたはただのパーティーメンバーでベタボレーとか世界が滅んでもありえないわ。おぞましい、死ね。みぞおちに本気で入れるのはダメだろう。ああ、あの仮面の悪魔の後始末を。おはようさん。もう昼なんだけど、だらしないわね。いつものことだろ。ダストがしっかりしていたらその方が気持ち悪くねえか。そうだな、日々を怠惰に過ごすのがダストらしいか。それもそうね。あっさり納得されたらそれはそれでムカつくな。昨日はちょっと飲みすぎただけだっての。飲みすぎたって、お金なかったよね。なるなら借金返しなさいよ。俺のも返せ。俺の金で飲んだわけじゃねえよ。ダチにおごってもらったからな。やっぱダチは金持ちに限るぜ。あとキース、てめえには1エリスも金借りてねえからな。チッ、便乗できなかったか。ダチってまたカズマにたかったんでしょ。カズマって最近羽振りがいいみたいだけど、そんなことばっかりしているといつか愛想を尽かされるわよ。そんな心配は無用だぜ。カズマと俺は親友だからな。極太の絆で結ばれているっての。絆ね、嘘くさ。じゃあカズマが昔みたいに借金まみれになったらどうするのよ。そりゃお前、今後の活躍に期待しながら距離を置いて温かく見守るな。最低だ。バカ野郎、金の切れ目が縁の切れ目って名言があるだろ。金があるうちは親友だぜ。本当にクズよね、あんたは。うっせえな、半分ぐらい冗談に決まってんだろ。そんなことより俺たちは冒険者だ。仕事の話をしようじゃねえか。まともなことを言っているようだけどよ、昨日の博打で有金吹っ飛んで懐がやばいんだろ。またか。お前は運がないのだから、いい加減博打はやめたらどうだ。なあ、説教なんざ来たかね。なんか美味しいクエストとか儲け話はねえのかよ。つが今すぐ金がいるんだよ。そんな都合のいい話がホイホイ転がっているわけ。あ、そういえば受付のルナが何か言ってなかった？割のいいクエストがあるって。ああ、何でも町の近くのキールダンジョンで新たなモンスターが目撃されたそうだ。人型のゴーレムが大量発生しているらしい。キールダンジョンって言えば前にも新種のモンスターが現れたとか騒いでなかったか。仮面をつけた人形型のモンスターたちが相手にくっついて自爆したらしいな。その一件はカズマたちのパーティーが解決したが、ダンジョンの前にはその際に爆裂魔法でできたクレーターがあるそうだ。仮面ね、まあいいや、割のいいクエストなら早速やろうぜ。すまないが俺たちは用事があるから手伝えない。後日なら構わんぞ。貧乏人はあくせく働くこった。じゃあな。もう警察の厄介にならないでよ。身元引き受け人にはならないからね。え、ちょ待てよ、お前ら手伝ってくれねえの。俺がこんなに困ってるんだぞ。おい、うん、もういい。お前らなんて仲間じゃねえ。パーティー解散だ、解散。け、白状な奴らだぜ。しかしどうすっかね。金は欲しい、すっごく欲しいが、面倒なことは勘弁してんだよな。あそこにいるのはボッチと爆裂娘のコウマ族コンビか。困りました、誰も依頼を受けてくれません。あのね、めぐみ、この大魔法使いを手伝う権利を無料で与えますよなんて言ったら誰もついてくるわけないでしょ。なぜです？爆裂魔法の使い手と共にダンジョン探索できる機会なんてそうそうありませんよ。そんな機会誰も望んでないわよ。爆裂魔法なんてダンジョンで何の役にも立たないじゃない。むしろ邪魔なだけだし。邪魔とは何ですか。邪魔とは、
飲んだくれているだけの連中をかなり控えめに優しく誘ってあげたというのに。めぐみんが控えめなのはずっと成長しない胸だけじゃない。あ、どうやら命が惜しくないようですね。その無駄な贅肉をもぎ取って身軽にしてあげましょう。こんなもの、こんなもの、胸揉まないで。はい、ごめんなさい、謝るから。もげる、もげるから。もげますか。もげたら俺にくれねえか。いきなり現れて何バカなこと言ってるんですか。いるなら助けてください。なんで俺が、めんどくせえ。じゃあ先週貸したお金返してくだ。なあめぐみ、それぐらいにしてやったらどうだ。ユンユンの言動にイラつくのはわからんでもないが。あなたはカズマの悪友のゴミカスでしたか。ダストだよ。宴会プリストもそうだが、人の名前覚える気がねえだろう。で、お前らなんで揉めてんだ。聞いてください、めぐみんが無謀なことをしようとしているんです。冒険者がクエストを受けてダンジョンに行くだけじゃないですか。カズマさんたちが一緒だったら止めないけど、一人でなんて死にに行くようなものじゃない。カズマたちはどうした。カズマは部屋から出てきません。金があるのに働くのはバカか。ダクネスとは種類の違う魔女だと豪語していました。わかる、わかるぜ。ダメ人間同士で同調してる。ダクネスはジャイアントトードの群生地を見つけたと叫びながら薄着で飛び出していきました。アクアはアクシズ教徒と徒党を組んでエリス教会の外壁にアクシズ教の教義を書き込みに行きました。いつもながら本当にろくでもねえ奴らだな。なので私一人でキールダンジョンに行くしかないのです。待て、キールダンジョンって言ったか。ちょっと話を聞かせてくれや。なんなら俺が手伝ってやってもいいぜ。チョムスケの手を借りた方がまだマシのような。でも今はエリ好みしている場合じゃないですね。いいでしょう。なるほどな。今回現れたゴーレムは仮面をつけているってのか。前にバニルの旦那が絡んでいた一件と今回の件が似ているから気になっていると。そういうことです。じゃあ旦那に何か知らないか聞いてみるか。私は他に手伝ってくれる人がいないかもう少し粘ってみます。私はどっちに。仲間探しは一人で余裕です。むしろコミュ力がない人は邪魔になるので。俺も一人でいいんだが。捨てられた犬みたいな顔するなよ。暇ならこっち手伝ってくれ。仕方ないですね。ラストさんを手伝ってあげます。仕方ないならいらね。私はいらない子。きっとこのままぼっちをこじらせて孤独死が待って。だから泣くなっての。冗談だろうが。来るならさっさと来い。このスパバーニルの旦那いるか。お邪魔します。あ、ダストさん、ユンユンさん。あれ、ロリサキバスじゃねえか。ちょっとこっち来てください。ダストさん、気をつけてください。この町に私たちサキバスがいると女性の皆さんに知られたら大変なことになるんですよ。お、そうだった。女どもにサキバスの店の存在が知られて取り潰しにでもなったら生きる希望がなくなっちまう。なので偽名ですが、私はロリーサと名乗ることになったじゃないですか。おお、そうだった。まあ今後は気をつけるぜ。本当にお願いしますよ。で、なんでお前がいるんだ。私はちょっとバニル様のお手伝いに。いらっしゃせ、お客様。なんだ、借金大王とボッチ族が何用だ。大王なんてそれは褒めすぎじゃねえ。そんな種族じゃありません。客ならば歓迎するが、そうでなければ早々に立ち去るがいい。客じゃねえけど、ちょっと聞きたいことがあってな。面倒だから説明は頼む。ですね、ということなんです。旦那、なんか知らねえか。確かに以前はキールダンジョンを改築して我が輩の拠点にする予定であったが、今はダンジョン内の隠し部屋を無能店主が買い込んだガラクタ魔道具を放り込む倉庫にしているぐらいだ。心当たりは全くないな。もしかしなくてもそれじゃね。ですよね。あるのは使い物にならぬゴミばかりであるぞ。最近大量に捨てた、放り込んだのは声真似が得意になる魔道具だったか。声真似？旦那、それってすごくねえか。詐欺とか人を騙すのに使ったらとんでもないことになるぞ。いや、俺はやんねえけどよ。健全な目的で使うから一つ売ってくんねえか。それがある。
れば人気者になれますよ。なんでゴミ扱いするんですか？私も売ってほしいです。私も興味があります。バニル様、お買い上げ感謝するぞ。欠点は真似をする相手を選べないことだが、些細なことなので気にする必要はあるまい。やっぱいいわ。私もいらないです。バニル様の使用済みなら欲しいです。お前さんは旦那絡みとなると気持ち悪いよな。そういえば姿を真似できる魔道具も一緒に放り込んだのだが、そちらはどうだ。欠点は真似をする相手を選べないことだが、二つを組み合わせれば誰でも別人になれるという代物である。声真似と姿を真似る、つまりそれ二つを同時に使ったら見た目はおっさんで声は幼女みたいなこともあり得るんだよな。見知った相手に限るが。ゴミだな。でも旦那の魔道具は関係ないってことか。ゴーレムには繋がらねえよな。我が輩が人に危害を与えるモンスターを生み出すわけがあるまい。近隣の清掃とカラス退治で名を馳せた、ご近所の評判が赤丸急上昇中の我が輩であるぞ。疑って悪かったよ。旦那はそんなことしねえよな。それにキールダンジョンには魔道具の見張りをさせるために我が輩が土から作ったバニル人形をたくさん置いているのだ。心配はいらぬ。最近故障したのか制御ができなくなり、どうしているのかさっぱりわからぬが。それだ、このスパ。さあギルドに戻ってメグミンと作戦会議ですね。ロリサキじゃなかった、ロリーサ。お前なんでついてきたんだ。もしバニル様が原因だとしたら、後始末をすれば褒めてもらえますよね。ほんと旦那のことが好きだよな。まあいいや、ただで働いてくれるなら異論はねえよ。私も暇だからお手伝いします。お金はいりませんよ。バニルさんはお友達ですから。ん、待てよ。無報酬で動く人材が2人、ユンユンの実力なら楽に勝てるし、丸儲け。よし、今からキールダンジョンに向かうぞ。メグミンは？3人だと危なくないですか？私は攻撃魔法を使えませんし。いけるいける、爆裂娘なんてダンジョンじゃお荷物なだけだろ。ぶっちゃけ邪魔だ。爆裂魔法をかまされて崩落したら生き埋めだぞ。いくらなんでもそんな無謀な真似はしないのでは。それはないとは言えないです。メグミンなら後先考えずにやりそう。だろう。爆裂娘はほっといて俺たちだけで行くぞ。私を置いてどこへ行こうというのです？メグミン！おお、急に湧いて出んな！杖を突きつけて呪文を打とうとするな！確かにダンジョンでは役立たずかもしれませんが、道中でモンスターの群れに遭遇した時に重宝しますよ。それにクエストを受けたのは私です。一緒に行かないと報酬がもらえませんよ。しょうがねえな。だがダンジョンでは撃つなよ、絶対に。それは振りというやつですか？ちげえよ。それにしてもそこのあなた、どこかで会いませんでしたか？私？何のことでしょうか。今日初めてお会いしましたよ。確かにどこかで見た記憶が。その髪色と顔と体型。そういやこいつ、カズマの屋敷でエロい夢を見させるのを失敗した時にメグミンたちと顔を合わせたことがあるとか言ってたっけ。あ、赤の他人ではないでしょうか。世の中には似たような人が何人もいるそうですし。ねえダストさん。だいたいお前さんたちは俺を隣の国のイケメン騎士と間違えたことがあっただろ。それと一緒で勘違いなんじゃねえか。イリスちゃんと一緒にいた時の話ですよね。こんな冴えない人とドラゴンナイトさんを間違えるのは失礼だよ。冴えないってのはどういうことだ。おい、てめえは冴えないどころか存在感が皆無だろうが。その無駄に発育のいい胸ぐらい自己主張してみたらどうだ。はあ、胸は関係ないじゃないですか。はあ、そうですね。どうやら勘違いだったようです。すみません。気にしないでください。誰にでも間違いはありますから。ちっと強引だったがごまかせたようだな。バレたら店が爆裂されちまう。店だけは守らねえと。あんた拳握りしめて何やってんの。いや、なんだリーンかよ。用事があるんじゃなかったのか。早めに終わったのよ。それで何してんの。そのなんだ、なんでもねえ。リーンさんも一緒にクエストに行きませんか。戦闘系の魔法を使えるのが私だけだったので。おい、俺の分け前が減るだろうが。ほほー、この爆裂魔法の使い手である私の存在を無視するとはいい度胸だ。ダンジョンで使えない魔法は数に数えません。ユンユンのくせに生意気な。
あの二人止めなくていいの？引っ張り合っているほっぺたが尋常じゃないぐらい伸びているわよ。いいんだよ、じゃれているだけだ。それでリーン先輩、よかったら手伝ってくれませんか？男がダストさん一人だけなので心配なんです。先輩ならダストさんを制御できますし。制御ってお前。なるほど、それは不安しかないわね。わかった、手伝うわ。ありがとうございます。俺のことをどう思っているのか、お前らとは一度じっくり話し合う必要がありそうだな。人の皮をかぶったけだものでしょう。実は悪魔なんですよね。チンピラっぽいです。カズマを悪の道に引っ張り込もうとする悪友。てめえらバカの相手はこれぐらいにして、みんなクエストに出発よ。はい、心得た。おいリーン、お前が仕切るな。って話聞けよ、俺を置いていくな。この巣場。わあ、ここがキールダンジョンですか。へえ、これが爆裂魔法でできたっていうクレーターなのね。いやー、ダンジョンの前まで何事もなく無事にたどり着きましたね。おお、そうだな。街を出て早々にジャイアントトード一匹に爆裂魔法をかました誰かのおかげで、周辺の魔物が集まって大乱闘になったのを除けばな。ふん、過去のさまつな出来事など忘れました。めぐみ、さすがに反省して。ったく、動けなくなったお前さんを背負わなけりゃもっと早くにたどり着けたってのによ。それはあれですよ、こんな美少女を背負えて実は嬉しいのではないのですか。けっ、バカ言うな。これがギルドのルナみたいに巨乳の姉ちゃんなら背中に伝わる胸の感触を楽しめるけどよ、お前さんじゃあばら骨が突き刺さって痛いだけ。おい、やめろ、後ろから首絞めんだ。今は成長期なのです。いずれぐんぐん大きくなってすぐにダクネスを超える逸材に。めぐみ、離してあげて。ダストさんの顔色が青くなってる。冷静になってめぐみ。残念だけど胸はコーマの里を出る前とほとんど変わってないから。し本気で締めやがったな。おい、頭のおかしい爆裂娘。女の胸を観察し続けてきた俺だから断言できるが、お前さんの胸は伸びしろがねえ。そこのリーンやロリーサと同じで、これ以上の成長は見込めねえっての。へえ、誰の成長が止まっているって。そんな風に思っていたんですね。いや、今のは物の例えであってな、別に悪気があって。邪悪を打ち砕く憤怒の炎。バカ野郎、映像やめろや。お前らも崩壊してないで止めろよ。降りかかりし魔がごとを持ち尽くしたまえ。めぐみ、私も巻き込まれるから。ねえめぐみ、冗談よね。あ、冗談ですよ。ジャイアントトードに感謝するのですね。今の私は魔力が枯渇していて打ちたくても打てません。そういや、一日一発しか打てないんだっけか。助かったぜ。それじゃダンジョンに入んぞ。依頼によるとこの先に仮面のゴーレムたちがたむろしているようです。バニルの旦那が作った土人形どもが働いているって話だが、ゴーレムってのは間違いなくそれのことだよな。バニルさんの作ったものですから、どんな困った機能があるか分かりません。皆さん気をつけてくださいね。はい、バニル様のものならどんなものでも大切にします。違う、そんなこと言ってない。待て、奥の方から何か来るぞ。複数の人影が近づいてきてます。みんな戦闘準備よ。って、これはどういうこと。おい、なんでここにダクネスとルナと宴会プリストがいるんだ。それもみんなバニル様の仮面をつけていますよ。ダクネス、アクア、バニルに体を乗っ取られでもしたのですか。ルナまで仮面なんてつけてギルドの仕事はどうしたの。待ってください、この人たちからバニルさんの魔力と似たものを感じます。でもバニルさんと比べると明らかに魔力が弱いです。どうして。そうか、こいつらが旦那の作った土人形なのか。つまり敵でいいのよね。みんな行こうよ。はい。あ、私は隅っこで見ています。ちょっと待った、倒すのはまだ早い。なんで止めるの。見た目はそっくりだけどあれはモンスターなのよ。わかってる。わかってんよそんなことは。でもよ、よーく考えてくれ。相手は姿形が知り合いの女どもにそっくりだ。攻撃するのは躊躇しますよね。そうじゃねえんだよ、
俺は気づいちまったんだ。相手は知り合いの女とウリ二つで胸のでかいのが揃っている。さらに相手はモンスターだからセクハラしても問題ねえよな。今ならエロいことやり放題じゃね。俺って天才じゃねえか。死ねばいいのに。ダストさんドン引きです。カズマよりもカスですね。うんうん、こういうシチュエーションもありなんですね。勉強になります。ふざけている場合じゃないでしょ。どうすんのよ。確かにやりづらい相手だけど。旦那は暴走した人形は壊して構わないって言ってたが、こいつらって意思の疎通とかできねえのか。おい人形ども、なんか喋れるか。どうした、その剣は飾りか。なぶるように攻撃をするがいい。そしていやらしい笑みを浮かべながら、動けなくなった私の肌に切っ先をはわせてゆっくりと服を切り裂くのだろう。それだけでは飽き足らず、散らすように敏感な部分へと。クフーだ、ダクネスさん、私の声で卑猥なことを言わないでください。なんでダクネス姿の人形からユンユンの声が出るんだ。バニルの旦那の声ならまだわかるが。ちょっとそこのあんた、私をあのクソ悪魔と一緒にするのはやめてくれる？あいつは悪魔のくせにご近所の評判を気にするのよ。悪魔なら悪魔らしく悪行の限りを尽くせばいいのに。カズマなんて私よりあれの言うことを信じるのよ。おかしいでしょ。いつか絶対に滅ぼしてやる。こっちはアクアの姿でロリーサの声かよ。私の声でバニル様になんてことを言うんですか。はあ、あなたまた問題行動ですか。いい加減にしてください。この1ヶ月苦情処理に追われて残業ばかりで休みもないのですよ。友達は次々と結婚していくのに、私は仕事ばかりで出会いなんてどこにも。最近肌も荒れてきていて、ますます縁遠くなってきている気が。こっちはルナの姿でリーンの声か。私の声で生々しい愚痴をこぼされると、未来の生き遅れている自分を見ているみたいで落ち込むんだけど。声も姿もバラバラかよ。やる気の出ない相手だな。しかし妙ですね。ゴーレムたちの中から別の魔力を2つ感じます。別の魔力が2つ？なんか引っかかるが。確かめるにしても女相手じゃやりにくいぜ。あれ？ダストじゃん。何やってんの？おっと、今度はカズマのそっくりさん人形が来やがった。おれ！キャー！ダストなんかにやられた！もう絶対おごってやらねえ！カズマの姿で断末魔が私の声なの、やめてくれませんか？あんた容赦ないわね。友達とそっくりな相手を。どんだけ似てようが偽物じゃねえか。それより見てみろ、土に戻った人形の中から妙なものが2つ出てきたぞ。これは魔道具です。バニルさんの店で見たことがあるような。ははん、そういうことか。全部繋がったぜ。一人で納得してないで教えてくださいよ。まだわかんねえのか。この2つがバニルの旦那が言ってた声真似と姿形を真似る魔道具だろう。土人形どもがこの魔道具を取り込んでこんなことになったんだろうな。合点がいきました。それでこの姿と声なのですね。種が分かればこっちのもんだ。人形どもは戦うつもりがないみたいだから簡単に倒せるぞ。バニル様の隠し部屋はもっと奥です。行きましょう。そうね、こんなところでまごまごしているわけにもいかないし。ライトニング、いやーやられた。あなただって油断してるとすぐに私みたいになっちゃうんだから。割り切らないとダメですよね。ライトオブセイバー、これはなんというご褒美なのだ。うげー、私女神なんですけど。おいおい、今度は偽ダクネスが群れでご登場かよ。私の使える魔法は精神系なので人形には効き目ありません。なので応援しています。皆さん頑張って。ああ、爆裂魔法が打ちたいです。魔力の補給さえできれば。ダークネスの姿だろうとさっさと片付けてやるぜ。ああ、この見るからにスケベそうな男にひんむかれて私の体をもてあそばれてしまうのか。好きにするがいい。だが体は許しても心までは屈すると思うな。私の初めてがこんなゲスな男に、それも大衆の面前で。屈辱だというのに、なんだろう、この奥の方から込み上げる高揚感は。ダメ、何かが来ちゃう。
いいぞ、もっと強く。できれば言葉による攻めも頼む。女同士はさすがの私でも引いてしまうぞ。えらい勢いで偽ダクネスたちが壊されていくぞ。なあ、お前さんは文句ねえのか。こういう要素が好きな人もいますよね。今日はとても勉強になります。そうか、さすがロリでもサキュバスなだけあるな。なあ、そこのお前、なんだか熱っぽいのだ。触って確かめてくれないか。ん、なんだ。おい、胸を押し付けるな。ダクネスの姿だろうと土人形の色仕掛けなんぞ通用すると思う。悪い気はしねえな。ダストさん、鼻の下がすっごい伸びてますよ。あれ、バニル様の土人形ってことは、向こうから押し付けてんだから、俺の手がたまたま胸に当たって偶然もんだとしても不可抗力だよな。な、おい、なんで距離上げてんだ。おい、なんか偽ダクネスが光ってんぞ。やっぱり。そういえば以前もバニル人形が相手に抱きついて爆発していましたね。みんな抱きつかれないように気をつけて。魔法で遠距離から倒せば問題ありませんね。おい、黒焦げになって転がっている俺に対していたわりの言葉はねえのかよ。全身からこんがりいい匂いがすんだろ。少しは心配しろや。元気じゃないの。ほら、いつまでも寝てないで。サボってないでいきますよ。殺さないように威力を調整しているなんて、バニル様はお優しいです。誰も俺の心配をしやがらねえ。日頃の行いは大切ですね。爆裂娘に言われると屈辱感が半端ねえな。この巣場、また人形どもが来やがった。ぎ、今度は店のサキュバスたちに化けてんのかよ。おい、余計なことは言うなよ。はい、サキュバスのことは皆さんには秘密です。おや、初めて知らない相手が出てきましたね。この格好は女の悪魔のようですが、なんで全員エロい格好をしているのでしょうか。はあ、めぐみ、あれって下着だよね。うわー、スタイルいいな。色仕掛けのつもりみたいだけど残念だったわね。そんなのが通用するのはダストだけよ。おい、お前らみんなしてなんで俺を見てるんだ。え、どうしたの。あんたならよだれを垂らしながら緩み切った顔で飛び込んでいく場面でしょ。どこか体調が悪いんですか。まさか偽物と入れ替わったのでしょうか。それにしては仮面がありませんね。お前ら、俺だって学習するわ。ホイホイ近づいたらさっきみたいに爆発するだけだろ。くさ、触っても警察のお世話にならねえ絶好のチャンスだってのに。触りたいけど触れないのがこんなにも苦しいとは。こんなに苦しいのならエロ要素などいらぬ。何も泣かなくても。でもまあ見ているだけでも目の保養にはなるな。眼福眼福。そこのかっこいいお兄さん、こっちに来てイチャイチャしましょう。ほーら、触ってもいいのよ。今日は特別サービスして。あげる。ほら、触っていいんだってさ。ダスト言ってくれば。今日はセクハラ行為も見逃してあげます。よかったじゃないですか。サービスしてもらってはどうです。旦那の声かよ、なえるわ。で、おい、お前はフラフラ近づくんじゃねえよ。話してください。バニル様が誘ってくださるのですよ。ここで行かないと女が廃ります。そんなもん好きなだけ廃らせておけ。旦那だったら何でもいいのか。当たり前じゃないですか。そもそもバニル様に性別は関係ありません。あ、くそ、暴るんだ。お前らさっさと壊してくれ。はいはい、ライトニング。あは、ライトオブセイバー。いや、激しすぎる。ったく、バニルの旦那はどんだけ人形と魔道具を保管してるんだよ。そろそろネタ切れになってほしいところだぜ。また人形たちが来ました。って、おいおい、今度はイケメン軍団のお出ましかよ。ダストさんの群れだなんて。これほどの悪夢は見たことないです。いやー、さすがにこいつは攻撃するのをためらっちまうよな。ライトニング、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 ライトオブセイバー、ライ
ねえな、おい。なあ、リン、気のせいだとは思うけどよ、やけに気合い入ってねえか。ライトニング、ライトニング、ライトニング、えこんなところにも。バカ、俺は本物だ、撃つんじゃねえ。あ、嘘だ、証拠に、ほら。抱きついても爆発しないぞ。キャー、ライトニング、いやー、そこまで嫌うか、普通。このスバ、もうすぐ最深部よね。目的の隠し部屋も近いんじゃないかな。メグミンは来たことあるんだよね。私はダンジョンの外でお留守番だったので内部は知らないのですよ。旦那に聞いた話だとこの曲がり角を抜けた先のはず。あ、ほら、そこを曲がったら玉？玉ですね。玉。本当に玉があるわね。女の子がたまたま言わないでください。で、玉ですね、確かに。玉！おい、なんだあの巨大な玉は。見るからにヤバそうだぞ。え、何？玉の表面から何かが出てきて、玉から手足がどんどん生えてきてます。ねえダスト、なんなのあれ、気持ち悪いんだけど。俺が知るわけないだろ。落ち着け、腕を引っ張るな。あの玉から強い魔力を感じます。バニルさんのだけじゃなくて、あの魔道具の魔力もいっぱいです。なるほど、あの玉はたくさんのバニル人形や魔道具の集合体のようですね。ダンジョンのボスのお出ましというわけですか。とにかく魔法ぶちかましてみろよ。でかいだけで大したことないかもしんねえぞ。そうですね。ライトオブセイバー、やった、真っ二つだぜ。おい、くっついちゃったぞ。手伝うわ、ライトニング。まだまだ、カースドライトニング。嘘、すごい再生能力です。傷がすぐに治っちゃいます。ぐちょぐちょ言いながらこっち来ますよ。どうするんですか。こんなの逃げるしかねえだろ。行くぞお前ら。タマーハー、いやー、ちょっとダスト、足止めしてきて。断る、無茶言うな。こういう時は俺が時間を稼ぐから先に行けとかカッコつける場面じゃないんですか。死に様だけは立派だったと後世に伝えますから。あ、そういう小説を読んだことあります。仲間のために犠牲になるってかっこいいですよね。ダストさん頑張ってください。死んだらアクアに蘇生してもらいますよ。特別にカズマへの借金もチャラになるように交渉してあげます。だから安心してください。俺が死ぬ前提で話を進めるのやめろや。よし、もうすぐ出口だ。あと少し踏ん張れ。出たところでどうするのよ。出口を飛び出したら散開すんぞ。狙われたら運が悪いと諦めてくれ。今だ、散らばれ。たまう、嘘だろ、おい。なるほど、魔力を持った土人形なだけありますね。周囲の土を操って壁を作り、私たちを閉じ込めたようです。逃げられないじゃない。あの玉、いつの間にか生えた手に武器を持ってますよ。剣、斧、槍、短剣などなど、よりどりみどりですね。こうなったら腹をくくるしかないか。正面からやり合うのは柄じゃねえんだが、マジでやるぞ。言われるまでもないわ。悔しいですけど、私は役立たずなので、皆さんの邪魔にならないように壁際まで下がります。くね、今こそ私の活躍の場だというのに、どういうことですか。再生を上回る一撃で吹き飛ばせれば勝ち目はあるのに。もうめぐみ、ほんとバカ。まったくだ、カズマはよくこんなやつとパーティーが組めるぜ。その喧嘩買おうじゃないか。あ、ちょっと引っ張らないでください。そのまま爆裂娘がバカやらねえように大盛り頼むぞ。お任せください。トー、来るぞ。俺が前衛に出るから、リン、ユンユン、援護頼んだぜ。ええ、はい。オラオラオラー、もー、すごい、ダストさん、あんな手数の攻撃をさばき続けてます。アクセルの街では上位の実力者のはずなんだけどね。バカなことをしないで真面目にやれば優秀だけど、あれは楽することしか考えてないから。本当にたまに、ごく稀にですけど、目を見張るような動きをしますよね。クリスさんやイリスちゃんが前に、ダストさんは実力を隠しているんじゃないかって疑っていましたよ。実力をね。
お前ら早く手伝えや。分かってるわよ。こいつ相手にはありったけの魔力を込めた一撃しかないんだから。ユンユン、そろそろ準備はいい？はい。魔力を集めて一点に向けて同時に放つ。今ライトニング、カーストライトニング。これならどう？リン、危ねえ。ターマ、うわ、このバカ、よそ見すんな。ごめん。ダスト、すごい怪我。そんなことより、弾だよ弾。魔法があんまり効いてねえぞ。このままじゃマジやべえ。トモ、ダストさん、上から斧が。ダメ、避けて。お、膝が動かねえ。ああ、避けられねえ。死ぬ死ぬ死ぬ。せめて死ぬなら豊満な胸に顔をうずめて死にてー。あれ、痛くねえぞ。この状況でも欲望は消えんのか。呆れを通り越して感心するぞ。テイラー、なんでここにいんだ。いや、次が来るぞ。な、矢が飛んできて攻撃を弾いた。俺もいるぜ。キース、お、隣にいるのは。帰ってこないと思ったら何やってんだ。カズマ、どうしてここに。話は後だ。今はこの状況を何とかするのが先だろう。ユンユン、あそこの土の壁を壊せるか。よくわかりませんけど、少しならライトニングストライク。上出来だ。キース、テイラー、その弾を壁の向こうまで誘導してくれ。考えがあるんだな。やんぞテイラー。おう、任せておけ。ほらほら、こっちだ。かかってくるがいい。トモ、うまくいってるな。リン、ユイユン、あの弾の手足を切り落とせないか。魔力はほとんど残ってないけど、なんとかやってみる。ブレードオブウィンド。はい、切り落とせばいいんですね。ライトオブセイバー。手足がちぎれたらただの弾だな。おいおい、下り坂だからこっちに転がってくるぞ。全力で避けるんだ。なんだ、でっけえ穴にはまって弾が止まりやがったぞ。この穴って、爆裂魔法を打った後だっていう、クレーターじゃない。よっしゃ、動きは止めた。あとは任せたぞ。真打ち登場。カズマの奴隷たちで魔力も補充されました。今まで活躍できなかった鬱憤をここで全て吐き出させてもらいます。ストレスと一緒に吹き飛ぶがいい。エクスプローション。すげえ土煙で周りが見えねえ。どうだ、弾もこの火力じゃひとたまりもねえだろ。冗談だろ、まだ再生するのか。くさ、どんどん治っていくぞ。どうすれば。ん、あれは土煙で何も見えません。お、ちょうどいいところに。あの弾が使っていた槍があそこの木に刺さっているから取ってくれや。お前は飛べるだろ。お安いご用ですよ。はい、どうぞ。お、助かったぜ。危ないから下がってな。さてと、槍を持った俺は一味違うぜ。てめえのど真ん中のそのむき出しの魔道具の塊ぶっ壊す。食らうかよ。これで終わりだ。このスーパーあん、乾杯。いやー、どうなることかと思ったけどよ、来てくれて助かったぜ。たまたまだけどな。ギルドに行ったらメグミンがダストたちを連れてクエストに出たって聞いてな。嫌な予感しかしないだろ。その場に俺たちもいて一緒に来たというわけだ。お前たちが心配だったからな。お前ら、やっぱ持つべきものは仲間だな。なあ、おかしいだろ。ダスト、お前はこっち側の人間だろ。なんで女だらけのパーティーにいたんだよ。カズマだってそうだ。羨ましすぎるだろうが。泣くな、鬱陶しい。俺が羨ましいだ。あいつらいっつもいっつも問題ばっか起こしやがって。俺がどれだけ苦労してると思ってるんだ。ダストみたいに変わってやろうか。
返却は受け付けないからな。キース、前も言ったがカズマは苦労してんだ。一度あいつらと一緒にクエストを受けた俺はよーく知ってる。正直あれはない。この二人にそこまで言わせるなんて。乾杯。大変でしたね。まったくです。私がいなかったらどうなっていたことか。まさかカズマ以上のコミカスがいるとは思いませんでしたよ。それメグミンが言うかな。ん？なんでカズマたちは肩を抱き合って私を哀れみの目で見ているのでしょうか。知らない方がいいと思うな。うん、ともあれ一件落着ね。結局バニルさんの人形が暴走しただけか。おっと、そうだ、助けは感謝しているがクエストを受け負ったのは俺だ。お前らには1エリスだって渡さないからな。お前ってやつは命の恩人だぞ。俺たちは分け前よこしやがれ。嫌なこって。そのことなんですが、この場合どうなるのでしょうか。どうした、まだ厄介事が残ってるのか。あ、いえ、このクエストの依頼主はバニルなのですよ。それで正確な依頼内容は。そこからは我が輩が説明しようではないか。おお、旦那、どっから湧いて出たんだ。キールダンジョンではだいぶ暴れたようだな。シート派手にやっちまったが、依頼は完遂だろ。依頼内容を満たしたとは言えぬようだが、どう思うかね、コーマ族の娘よ。う、確かにそうですね。どういうことだ。ダンジョンに湧いた土人形を倒すんじゃねえのか。詳しい内容を言ってませんでしたか。ダンジョンでの問題を解決すること。土人形は倒してもいい。ただし。ただし魔道具を破壊した場合は賠償金が発生すると依頼したのだが。いやいやいや、ちょっと待てよ。土人形の中にあった魔道具はぶっ壊したよな。ということは俺たちは善意で手伝っただけだ。クエストには関わってない。ああ、無関係だな。私も何も関係ないわね。おい、何を言って。私も無報酬でのお手伝いです。じゃあ私も大丈夫ですね。つまり賠償金の支払いはチンピラとコウマ族の娘が担当するのだな。しばしますがいい。ここでざっと計算を。おや、これは不思議なことに依頼料を支払うはずの我が輩が黒字ではないか。おかしいだろ。なんでクエスト達成して金取られるんだよ。はあ、私の蓄えで払える金額では。しゃあねえな、俺が払ってやるよ。さすがカズマです。やっぱ持つべき友は金持ちに限るぜ。何言ってんだ。メグミンの分は仲間として払うが、ダストの分を払う気はねえよ。なんでだよ、マブダチじゃねえか。今までどれだけ金貸したと思ってんだ。それを返済するなら考えてやる。くそ、友達がいのないやつだ。もう頼まねえ、俺には本当の仲間がいるからな。ということでお前ら金貸してくれ。無理。断る。自分の言葉を忘れたか。俺たちはもう仲間じゃねえもんな。ざまあみろ。悪かったって、あんなの軽い冗談だろ。俺たちの仲じゃねえか。くそ、じゃあお前たちでいいから貸してくれよ。嫌ですよ、帰ってこないのが分かっているのに。そんなことよりお店のツケを払ってください。どいつもこいつも俺をいじめて楽しいか。俺が何をしたって言うんだ。あんた日頃の行いって知ってる。極上の悪感情、まことに美味である。ちくしょう、たまに頑張ったらこれかよ。やっぱ仕事なんかするもんじゃねえぜ。